ルトを縦 2cm、横 12cm に切ります。プラスチックカップに少し隙間ができるように食品包装用ラップフィルムで蓋をします。プラスチックカップの隙間からスプレーの噴射口を差し込み、中にコールドスプレーの液体をためます。フェルトの下の部分が液体に浸かるようにプラスチックカップの中に入れて5分待ちます。温度計をフェルトに当て、温度が下がる様子を観察します。カップの内側に息を吹きかけ、中のフェルトの様子を観察します。